旅に出よいの梅チャンネルです。今日はベトナムのホーチミンに来ております。初日の、夕食なんですけど、適当に入った店でこういうこじゃれた店がありましたんで入りました。適当に入って適当に頼んだんですけど、なんかよくわかんないかったんですけど、このライスペーパーをこれ霧吹きで濡らして、これで、あ、こういう生春巻きみたいな感じで、これをライスペーパーの上に乗せて、何これ、そうめんみたいなの。そして野菜も乗せて、くるんで食べると、おいしい。味噌汁みたいな。チキンライス、結局これ巻いて食べたら生春巻きじゃん。で、春巻きは日本でもおなじみですね。うん、これなんか分かんなかったけど気になったから頼んでみた。なんだろうこれ。餅みたいな。なんでしょうか。うん、おいしい。おいしいおいしい。食べて。なんか甘いこれ。日本のわらび餅よりちょっと硬いけど、そんな感じの、この種が甘い。あ、霧吹きしてなかった。霧吹きしてそうめんみたいなやつを包んで、野菜乗せて、やっぱ結局生春巻きじゃん。これくくったらおそらく。おいしい。いや、揚げ豆腐みたいな感じ。チキン、チキンじゃない。チキンライスと思ってた。これ醤油？
味付けが独特だね。このつけて食べる。変な味、何なのかな。That's okay.